お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍の開発した本格的な野戦重砲である38式10センチカノン砲の解説をする。日露戦争期のカノン砲に手を出したな。北海道とアイヌと近海をテーマにした某漫画を出張中によく読むんだが、そこで出てくる昭和以前の陸軍が興味深くてね。北鎮部隊か。なお、大日本帝国陸軍の高射砲など火砲に関する再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。というわけで、大日本帝国陸軍が野戦重砲として開発し、要塞攻略にも威力を発揮した38式10センチカノン砲について話をしていこう。38式10センチカノン砲の話をするにあたり、大日本帝国陸軍、これ以降は帝国陸軍と呼称するが、帝国陸軍の兵器体系に多大な影響を与えた軍人に触れる必要がある。兵器を開発した人、その名は、有坂成明、陸軍中将まで累進し、男爵という爵位も叙爵された、重砲開発の立役者だ。爵位をもらうと何かいいことあるの？明治憲法下の爵位は世襲であり、かつ、貴族院の議員になれる特典があったので、栄誉以外にも色々と優位な点があった。男爵は全員が貴族院議員になれるわけではなくて、御選だったから、選挙戦は結構熾烈だった側面もあるみたいだけどね。話が大きくずれてるぞ。この有坂中将だが、もともとは長州の出身で、戊辰戦争に参加後、陸軍の砲兵将校としてキャリアを積み、主に重砲系の開発業務に従事した人物だ。本動画の主役である38式10センチカノン砲以外にも、有坂砲と称された31年式速射砲など、有坂中将が関わった帝国陸軍の火砲は数多い。この有坂中将が陸軍技術審査部長として開発に着手したのが、38式10センチカノン砲というわけだ。何か開発のきっかけがあったの？有坂中将が、当時のドイツ帝国軍の火砲からヒントを得て、帝国陸軍としても中隊複座機を備えた方針講座式の火砲を国産すべしと考えたのがきっかけと言われる。いろいろとわからん単語が出てきたが、まず、中隊複座機って何？何度か本動画で言及しているが、中隊機は、簡単に述べると、大砲の砲撃時に発生する反動に応じて、方針を交代させることで当該反動を減災するための装置だ。一回交代した方針を元の位置に現状回復させる複座機とともに、中隊複座機として運用される場合が多い。帝国陸軍のそれまでの火砲にはそういう機能はなかったの。簡易版の複座機能はあったんだが、例えば31年式速射砲だと、いわゆる放射複座式が採用されており、どうしても砲撃時の反動で砲火が後退してしまうのが煩雑だった。なんでそれが煩雑なの？せっかく照準を合わせて砲撃をしたのに、砲火が動いてしまうと、兵員が砲火を元の位置に現状回復した上で、再度、照準作業を行わなければならないためだ。そこで、有坂中将は、ドイツ帝国軍の火砲を見て、中隊複座機を備えた方針講座式を帝国陸軍でも国産すれば、この煩雑な作業を省略できると考えたわけだ。有坂中将式のもと、国産初号機となる予定の中隊複座機を備えた方針講座式の野戦重砲の試作製造が開始されたが、未曾有の一大事が原因で、この試作品の完成を待たず、帝国陸軍はヒントを得たドイツ帝国から急遽野戦重砲を購入する方針に切り替えた。未曾有の一大事って何？日露戦争だ。国産初号機を予定していたこの野戦重砲の試作品は、残念ながら日露の開戦に間に合わなかった。ドイツ帝国から購入したカノン砲はロシア軍に火を吹いたの。正確にはドイツ帝国の大軍需企業、クルップ社からの購入なんだが、これも残念ながら、クルップ社が急ぎ製造して輸送したカノン砲は、日露戦争の主要な開戦には間に合わず、実質的に日露戦争に参戦することはなかった。ということはクルップ社製のカノン砲が38式10センチカノン砲になったの？いや、クルップ社製のカノン砲20門は、クルップ社の標識をわざわざ削って、別の名称で運用され、帝国陸軍のカノン砲として管理されることになった。そして、国産である38式10センチカノン砲は明治44年に正式採用された。射程はどれくらいだったの？およそ1万メートルだ。野砲を優にしのぐこの射程を実現するため、
38式10センチカノン砲は当時としては大規模な中対複座機を備えていた。水平射撃で1万メートルの射程を実現できたの。その点は、難しかった。なので、強大な標的を狙う場合は、砲全体を傾けなければならなかった。どうやって傾けるの？それはね、スペードと呼ばれる装具が関係している。帝国陸軍風に言えば中鋤と呼ばれる装具だ。これは砲撃時に地面に食い込ませて砲全体を安定させる機能を担い、砲の足頭に装着されるスペードという板が地面に掘った溝に固定されているんだ。この溝の深さを調節することで砲火を傾け、強大な射程の砲撃を可能にしていた。掘るの大変そうだな。スペードの地面に対する食い込みを調節するための溝を掘る訓練まであったらしいからね。せっかくドイツ式からヒントを得た中隊機がわざわざ備わってるんだから、これで反動を吸収できるんでしょ。板で固定する必要はないんじゃないの。38式10センチカノン砲の場合、中隊機だけだと反動の吸収に十分じゃなかったので、スペードによる固定も必要だったんだ。また、38式10センチカノン砲には操作員らを守るための防準も備わっており、細かい配慮だが当該防準は折りたたみ式の防準だった。無事に国内生産に至った38式10センチカノン砲は、第一次世界大戦ではチンタオ攻略戦に参加する。チンタオってどこの領土だっけ？交戦する相手はドイツ帝国軍なんだが、チンタオは厳密に言うと、当時の新国政府からドイツ帝国が租借していた領域で、ドイツ海軍の東洋艦隊が鎮座していた。クルップ社製の火砲からヒントを得て作った38式10センチカノン砲の方向をドイツ軍に向ける結果になったか。そこは皮肉な展開でもあるね。当時は日英同盟が健在だったから、日本はイギリスと交戦中のドイツと開戦したという展開だった。イギリスはチンタオ攻略や南洋諸島の攻略だけでなく、欧州戦線に帝国陸軍を派遣するよう要請をしたが、帝国陸軍としてはドイツ B 機の雰囲気も作用したのか、海軍は別として、帝国陸軍はそこまで本格的な支援には至らなかったようだね。チンタオ攻略戦で38式10センチカノン砲はどういう風に活用されたの？チンタオ作戦を指揮した神尾中将の戦略としては、日露戦争での旅順をめぐる流血の反省もあったのかもしれないが、圧倒的な火力と兵力をもってドイツ帝国軍の要塞の火力を無力化し、安定した戦闘で要塞を陥落させることを志向するものだった。その圧倒的火力を構成する要素として、38式10センチカノン砲が活躍をしたわけだ。神尾中将の戦略は慎重すぎるなどと外部からは揶揄されたが、結果としてドイツ帝国軍の要塞の無力化に成功し、あっけなくチンタオ攻略戦は幕を閉じる結果となった。また、38式10センチカノン砲は軍縮により誕生した野戦重砲兵連隊などに配備され、帝国陸軍の野戦重砲として活用され続けた。なんで軍縮なのに野戦重砲兵連隊が誕生するの？これは財政当局と軍部とのつばぜり合いの側面もあるんだが、世界的な軍縮潮流が起こる中で、帝国陸軍も無縁ではいられず、山梨半蔵陸軍大臣により軍縮が断行されたんだ。しかし、帝国陸軍もしたたかなもので、軍縮を断行する一方、大将の予算はちゃっかり請求し、それにより軍備の近代化も合わせて実行したんだ。当該近代化策の一つが、野戦重砲兵連隊の新設であり、38式10センチカノン砲はそこに配備された。後年の宇垣一成陸軍大臣による軍縮も同じ狙いで軍備の近代化が実行されたので、第一次世界大戦の主戦場たる欧州戦線に参戦をせず、戦争の進化に取り残されつつあった帝国陸軍の焦りも垣間見えると思う。しかし、昭和に入ると、38式10センチカノン砲の旧式化が著しくなり、野戦重砲兵連隊の武装としては装備されていたものの、次第に前線からは遠のき、陸軍重砲兵学校で運用されるなどして、帝国陸軍の終焉まで貢献し続けた。さて、以上の通り、38式10センチカノン砲の解説をしてきたが、戦車を中心にした本チャンネルの機構情報号チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍やナチスドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のあるご視聴者様は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、
秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍において作戦の神様と崇められた一方、その強引な手法に批判も多い紀予報編の作戦参謀、辻正信をノモンハン事件の視点から解説した動画です。独ソ戦とはまた違った、ノモンハンでの日ソ両軍の激戦ぶりに、辻正信がいかに深く関わり、その手腕をいかに発揮したのか興味深い。肯定と否定の評価が入り乱れる。ある意味では大日本帝国陸軍を体現すると言っても過言ではない軍人、辻正信という人物に着目をいただいてご視聴をいただければ後人の至りです。ここまで見てくれた人、ありがとう。気候情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。